ラジオカロス札幌の番組へのメールアドレスは、request@radiocaros.com。番組名を必ず入れてね。ララララジオカロス札幌 78.1。 ポーン。今ね流れておりますけども、今日もですよ、ゲストが来ていただいてます。はい、シンガーソングライターの阿部拓磨くん、ようこそ。はい、我々の高速で、こんにちは、阿部拓磨と申します。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日ははるばる、はるばる、新日高町の新日高町三井市というところ、はい、なんとアトリエミノル先生のねが生まれたところでございますよ。そうなんですよ、ね、そうなんです。私のね、十勝川という曲の作詞家の先生でございます。はい、そうなんですよ。そういうわけで今日のゲストは阿部拓磨さんでした。ここでありがとうございました。今始まったばかりじゃないですか。じゃあ進めてこう、進めてこう。せっかくね、何時間かかりました。大体車でいいとこ3時間ぐらいですかね。高速乗るともうちょっと早いんですけど。ああ、そっかそっかそっか。なるほど。雪とか降ってなかったでした。あ、なんか幸い雪なくて、まあ日高はほとんど北海道の中でも一番雪が少ないところ。あ、最悪日高だからバソリで来れるしさ。バソリで ね。それがよく結構。うまかと思ったらバソリなんだよ。意外とね、乗り突っ込みする。そんなわけないし。なるほど。で、いや、今ね流れてるこうアルバムね、あるんですけども、アパートオブユアライフという、はい、ね。結構前のアルバムでございますけどもね、僕のオリジナルの CD なんです。いつぐらいの？大体自分25歳ぐらいの、10年ちょっと前ぐらいですかね。はい、おつい今ぐらいのところで、私かけていただいてるんですけど、ちょっと何曲かですね、はい、ちょっと仕事の移動の最中に事務所のミキモさんと聞かせていただいたんですけども、ありがとうございます。はい、会うのは今日私初めてで、そうなんだ、はい、ございましてですね、声だけはちょっとね、聞かせていただいてたんですけどもね、はい、なんかすごくなんか特徴のある感じのね、お声で、ありがとうございます。心地のいい声というんでしょうか。まあでも皆さんね、この阿部拓磨っていう名前ちょっと耳にしたことございません？この番組聞いてる中で、以前ですね、NHK のど自慢、以前、つい最近ですね。あ、そうですね、ちょっとその辺の話の下りちょっと聞かせてもらいたいんですけども、浦河大会ですね、のど自慢のね、その時に私もテレビで拝見させていただきましたよ。ありがとうございます。知り合いも出てたので実はこの番組出演させていただくのもそののど自慢がきっかけでして、はい、まあ説明します。昨年のですね、9月6日ですか、のど自慢浦河大会というのがございまして、はい、そこでですね、松山千春さんがゲスト、島津亜矢さんと松山千春さんのゲストで、はい、予選がですね250組中のですね通過が20組というところで、まあこれは通らないだろうなと思って、まあダメ元で応募したんですけど、自分はその松山千春さんのですね、君のために作った歌というね、初期の頃の、歌を歌ってですね、なんと予選突破という激戦区、突破いたしましたね。これすごい、次の日は本戦ですよね、はい、全国放送で、はい、20組歌わせていただきました。どうだったでしょうかね。いやだってもうね、歌ね聞いた時点でね、もう合格するって分かるもん。ということはその時、もう合格した。もちろんですよ、もうおかげさまで。もう緊張しだったんですけども、でもね、あんま緊張した感なかった。私の知り合いの、この番組出るきっかけと
になったと思うんですけど、その東さんという方がね、東さんが、あのね、本当に異常だったって、緊張して、そうでしたか。もうね、もう歌詞もやっぱりちょっと不安だったし、もう どうしていいかわからないぐらい、あの方でも、もう、あの風貌ででも、あの風貌ででもって、今ラジオだから伝わらないけども、いや、本当本当、見た感じすぐね、あの分かる方ね、キャラクターが濃いのでね、その方があのすごく緊張してたって言ってましたから。そうですか、本当、浦河大会もうレベルが高くてみんな上手いんですよ。そうですよね。それで、あの自分の前の方とかこんなに上手くて鐘2つとか言って、これはないなと思って合格、自分の合格ないなと思って、で鐘2つの時こけた方がいいのか、なんか悔しい顔した方がいいのか、そんなこと考えながら意外に余裕ですね。いや、余裕どうなんでしょうね、余裕あったのかどうか分かんないですけど、まあそういろいろ考えながらですね、まあ一生懸命もう歌って、それでなんとか合格させていただいて、そしてそのゲストの松山千春さんに、まあ、ハグしていただいて、握手、握手していただいて、いいね、羨ましいな、嬉しいコメントいただいて、なんて言ってたの、もうちょっとモノマネでやって、できないできないし、なんでそう、無茶ぶりもいいとこじゃないですか。いや、普通でいいよね、はい、この青年の歌を聞いて、私も初心に戻りたいなみたいな、初心に戻って歌いたいなみたいなことを言ってくださったんですよね、その本番の時。それ聞いて、あの本当もう嬉しくて、ああよかったなと思って。それでね、千春さんのね、今回というか、あの、あのね、そういうのイベントとか時にちょっと君のために作った歌っていう形の、そういう昨年 の、松山千春さんのコンサート、秋のコンサートツアーでは、あの急遽ですね、セットリストの中にその君のために作った歌を入れて、全国各地で歌ってくださったんだよ。だからそこはまた本当に嬉しい、出したのがね、もしかしたら阿部拓かもしれないしと思いながら、そう、あ、そう、これからは阿部拓真くんだけど、阿部拓という感じで、こう省略してね、なんだかんだ言ってね、俺結構ね、昔よくジョイントライブやってたんだ、一緒に。なんかそうなんですね、週に1回ぐらいはやってたからね、数年前、もう今日会ったのが十何年ぶり。そうだね、そうなんですね。いや、世間って狭いね。そうですね、こうやってまたね、巡り巡って、そう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 、東さんのつながりとかいろいろね、そう、で東さんからもちゃんとね、メールいただいてますよ。今日はのど自慢大会、浦河大会の仲間が出演しますので、通称阿部拓って、みんな応援してるよ、頑張ってくださいよってね、いただいてますよ。ラジオネーム東っちさんですね。もうは名前がもう東藩と言ってしまいましたけど。そうなんです、ね、ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。いや、ね、でもちろん普段は、まあ、はい、もちろん、まあ、音楽活動、まあ、シンガーソングライターとしてやってますけども、それ以外には、それ以外には、はい、基本的には地元にあります、農場で、はい、農園で、夏場はミニトマト、で今はちょっとレタスの、先ほどね、ちょっとレタスをお土産にいただいて、しずおちゃんがですね、そのレタスをね、そのまんまパク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 生食い食べてますよ、本当に本気食い、本気の生食いですよね。感想をいただきますか、レタスの。本当香りがね、口の中に違う、ブワー広がって、めちゃ無農薬なんでしょ。そうですね。いや、昨日取れたばっかりでしょ。そうですね、昨日。今青虫虫を食べて。そんなバカな。その苦味買いました。そんなバナナ。そっち、そっちの香りが。いや、そんなことないですけど。いや、でもね、本当にね。あ、なるほど。あの下手だね、オーガニック野菜よりね。これ来たわ。来た。来てる。まあ、静岡ずっと飲食やってましたから、やっぱりそういう、ね、やっぱり刃物とかはね、特にね、扱い難しいですし、まあ、ちょっとしんなりしたら、まあ、軽くお湯に当ててあげたりとかね、そういうのもまあしながら、あれしんなりしたらお湯なの、むしろぬるま湯ですね、ぬるま湯とかがいいの、あ、そうなんだ、逆に、ネットかけたらおひたしになっちゃうから、じゃあ私もちょっと調べてきたら、ね、ぬるま湯に浸かれば信じる、いいってこと、大丈夫、もう手遅れですから , 笑いねありがとうございます。そっかそっか、いや、そして、まあね、レタスとかミニトマトとか作ってらっしゃいますけども、はい、じゃあそのね、この今かかっておりますね、このアルバムの中からちょっと今ちょっとおしゃべりしながらね、何気に流れておりますが、ちゃんと
ピシッとね、皆様にちょっとお届けしたいなと思うんです。そうですね、なんて曲をお届けしましょうか。はい、では、私のアルバムの、中からですね、はい、頑張ってるよという曲をここでかけさせていただきたいなと思います。はい、頑張ってるよ。
頑張ってるよ、お聞きいただきました。そんでね、その野菜をね、栽培して、はい、あの、その夏場にはそのミニトマトね、ミニトマトなんですけど、その名前がなんていう名前なんですか。あの新日高町のですね、あの名産になってます、はい、ブランドですね、ブランド、あ、ブランド名なんですけど、そのミニトマトはあの太陽の瞳というですね、ブランド名で、あの全国に、あの関東関西にも出荷してるっていうものなんですね、はい、そうですか、はい、わ、それの生産のお手伝いですね。美味しいですね。春先のやつが美味しいですね。やっぱ、寒暖の差があるところで作ると甘みが乗って美味しいですね。そうなんですね。そしてその太陽の瞳のミニトマトさんのなんか、まあ、PR ソングみたいな感じでしょうかね。はい、そうですね。の曲もなんか作ってらっしゃって。私阿部拓磨がですね、作りまして、まあ、タイトルはそのまま太陽の瞳という、タイトルの曲なんですけど、それどっかに行ったらその曲が流れてるとかってあるんですか。いや、一応音源化はまだされてないんで、まあ、直接ライブ活動の中で、聴、いていただくかというところで、なるほど、まあ、ちょっと音源化が待たれてる曲でもあるんですけど、まあ、ない。あの、さっきから、微妙なところで。何回被るの。まあ、はい。いいよ、いいよ。じゃあ、しずちゃん、いいよ。まあね、もうその音源化されてないということで、なんと今日は、はい、あそこ、ああ、そこだったんですね。そうですね。私ね、ごめん、何か聞くのかと思ってたの。そうですね。それ、今日ギター持ってきてますね。おそうなんです。あ、たまたまギターが、ここに。ね。はい、今生ギターで今お聴きいただいてると思うんですけどもね、この曲、この曲太陽の瞳というね、曲を今日は生演奏して歌っていただけるということでね、思います。多分皆様にミニトマトが想像できるじゃないか。そんなことないか。そうですね。ミニトマトの美味しさをね、皆様に、ね、伝えられる、ね、歌なんじゃないかなと思います。まあ、音曲はそうですね、一回聴いていただくと、もう頭の中からですね、その太陽の瞳という言葉がですね、離れなくなって、夜寝るとき夢にも出てくるような感じになるんじゃないか。そんなに怖い歌なんですか。いや、怖い。怖い歌って、まあ、そのインプットされるという。新日高町とミニトマト、太陽の瞳みたいな、覚えていただくために作った歌でございまして、非常に楽しい歌なんで、聴いていただければなと思います。わかりました、はい、じゃあね、早速、阿部拓磨さんに聴いていただきたいと思います、はい、太陽の瞳、はい、太陽の瞳を食べてみんなが笑顔になる「それは太陽の瞳」「朝日が差し込む食卓の真ん中に輝いて」「お昼はお弁当を隅でそっと輝いて」「夜はビールの」懸命気持ちよい汗がキラリ
いろんな人に支えられて、大きなトマトがキラリ、僕の名前を覚えたかい、それは太陽の瞳、青い空の下で大きなハグッと広げて、元気いっぱい育ったよ、そしてみんなの元へ、太陽の恵みを受けてたくさん実をつけた僕ら、そしていつか誰かの心の中潤すのさ、太陽の瞳を食べて是非とも新日高町です。ミニトマトといえば太陽の瞳、覚えてください。どうぞありがとうございます。サビ、太陽の力集めて真っ赤に色づいた僕ら、そしていつか誰かの体の中力になる、太陽の瞳を食べ笑顔になるように、新日高町心を込めて作った、それは太陽の瞳、太陽の瞳。どうもありがとうございます。太陽の瞳よろしくお願いいたします。いいね、詩の中に新日高町も入ってるしね。入ってますよ ね、 ね、いや覚えていただければなと思いますけど、うん、なんか覚えやすい、ね、本人もさっき言ってたけども、はい、うん、本当に枕元にね、うん、なんか枕元に立つ、おかしい、怖いよそれ。枕元に立ったって感じ。本当入ってきやすい ね、 ね、言葉だしメロディーだし、うん、そう、うん、またね、阿部拓くんのね声がね、こうスーッと入ってくる感じ、羨ましいもん、いい、ね、こんな声さ。え、ね、いや、何でわざわざ だってなんでわざわざガサガサ声にしなきゃなんだ。そう、いやいや、本当にさ、うんうんうん、前々昔からだけど、ね、でも声変わんないね。ああ、そうですかね。よく言われない、まあ、言われるでしょ。ちょっとまあ、年取った感じにはなったかなと思うんですけど。まあ、その分、やっぱり歌に深みも増したんじゃないの、と思いますからね。まあ、なんか、いい意味で力が抜けてきたかなっていう。ああ、なるほど。年とともに。うん、そうですね。若い時はね、勢いでね。そうですね。わーって声出しちゃったりとかしますもんね。聞いてほしいみたいな感じで歌っちゃうとどうしても硬い感じになってますけどね。わかります、わかります。昔やったら、君の声が、また向こうかな、こんな感じの歌。あ、ありましたね。そう。ありましたねって自分の歌じゃねえか。なんで俺静岡が代わりに歌ってんだか分かんないけど。覚えてんなと思って。そうだ、一緒に何回もやってるんだもん、それは。覚えてる。そのくせ静岡の歌は？いや、ちょっと俺知らない。え、皆さん、そういう男です。だって、安倍拓君に雪の話知ってるって、ちょっとよく分かんないんですっていう。そうそう。多分この次お会いでき、時にはですね、うん、雪の花もちゃんと覚えてきてくれるんじゃないかなって、ね、ね、これからそうすると皆さんも泣いて喜ぶんじゃないかと、そしたらね、その収穫のね、うん、太陽の瞳のね、収穫の春に向けてちょっとこの寒い冬をです ね、 ですね、乗り切って頑張って農業に音楽に、はい、頑張っていきたいと思います、ね、はい、ミニトマト待ってます、はい、今日はどうも、はい、ありがとうございました。阿部拓真さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。